オープンウィークを含めてその前の2週間も体調不良になってしまって、この大会を挑むのはちょっと不安というかそういう気持ちの方が強いんですけど、体調も治って徐々にしっかり練習もできたのでベストを尽くせればいいかなって思います。気持ちよく振るためにはトップからの切り返しのタイミングが自分はすごく大事だと思っているので、そこを意識してやりたいなって思います。天候が良くないって聞いているので、毎年すごくスコアの出る大会だと思うんですけど、コース自体はすごく好きなのでですね、不安が少しあるんですけど自信を持って一打一打不安要素を消して打ちたいなって思います。ゴルフがオリンピックに競技になって種目になって、メダリストが生まれたっていうのはすごいなって思いますし、いろんな方に、感動もなんかスポーツってすごくいいなって思いました。オリンピック以外にもメジャーの大会があるのでアメリカで、そういうの試合に出て優勝も目指せるんだなって思いました。自分も今の成績から言うと難しいと思うんですけど、やっぱりそうですね、努力して、日本でまず頑張ってチャンスがあれば出れると思うので、しっかり頑張りたいなって思います。昨年は予選落ち落ちてしまってすごく悔しかったので、今年は予選通過してトップ争いをできるように頑張りたいなと思います。